はい、こんにちは、トモです。今日は冬越ししたお花の紹介ということで、多年草が冬越しして今の状態っていうのを紹介したいと思います。 YouTube のアンケートで聞いたら冬越しの様子っていうのが一番人気があったので紹介したいと思います。アンケートに協力していただいた方ありがとうございました。見ての通りたくさんお花が咲いてるんですけれども、普通に路地でそのまま育てたタイプと、霜よけとか寒さ対策したものと、あと室内に取り込んだりとか、いろんな方法で冬越ししたんですけれども、冬越し失敗したお花はゼロということで、全部冬越し成功しました。ドヤということで、それをちょっと紹介したいと思うので参考にしてもらえればいいかなと思います。それでは早速やっていきます。はい、ではまず冬越し対策を全くしなかったお花を紹介したいと思います。そのままほったらかしっていうか路地で育てたお花なんですけれども、まずこちらに咲いてるスーパーアリッサムですね。たくさん今満開で咲いてるんですけれども、3色とも路地で問題なく冬越ししてくれました。地域によっては寒すぎて枯れちゃったっていう話も聞くんですけれども、まあ、名古屋だったら今年の冬、去年から今年にかけて外で十分冬越しできたということで、特に霜よけとか不織布かけたりとかそういうこともしなかったですね。雪が降って上に降り積もったこともあったんですけど、特にそれも問題なく育ってくれたと思います。はい、引き続き寒さ対策を特にせず冬越ししてくれたお花ということで、まずステラスノーストームですね。グレーシアブルーとスノーグローブ、あとネメシアアロマンスもここでずっと特に寒さ対策せずに冬越ししてくれました。それとクリスマスローズですね。クリスマスローズも寒さに強いので十分外でそのまま冬越ししてくれます。はい、こちらもクリスマスローズですね。ピンクフロストっていうクリスマスローズで、今たくさんお花が咲いてくれてるんですけれども、寒さに強いのでこれも外でそのまま冬越ししました。その他の多年草でいうと、バーベナメテオールシャワーとかルドベキアアーバンサファリと、チョコレートコスモスチョカモカ、少し前に切り戻ししてまた芽が生えてきたんですけれども、これもずっとここで何も寒さ対策せずに冬越ししてくれています。あとこちらサントリーのウィンティーですね。ピーチとライムグリーンをそれぞれ育ててるんですけれども、寒さで葉っぱがちょっとチリチリってなっちゃったりとかもしたんですけど、特に寒さ対策はせずに外で冬越ししてくれました。暖かくなると急に根元から枯れたりとか、しなしなって枯れることがうちではよくあるので、今年はどうかなと思って育てています。はい、その他にもいろいろお花あるんですけれども、パンジー、ビオラとかその他の多年草とか、基本的に寒さに強いもの、マイナス5度ぐらいまでは耐えられるものは路地で育てて冬越しさせたっていう感じですね。数も多いので全部移動させたりとか不織布で覆ったりとかは難しいので、今紹介した植物たちはそのまま育てたっていう感じですね。はい、続いて軒下に移動させたりとか不織布をかけたりとかして寒さ対策をしたものを紹介していきたいと思います。はい、冬越しの際に霜よけ対策したお花としては、ここにあるマーガレットですね。結構たくさんあるんですけども、 PW のマーガレットを4つと、サントリーのマーガレット1つ育てているんですけれども、基本的に0度までは、問題なく冬越ししてくれるんですけれども、霜に当てたりとかすると、このつぼみとか咲いてるお花とか新芽のところが枯れてしまうんですね。それで去年結構ダメージを受けて開花が遅れたっていうことがあったので、今年はそういうことがないようにこの奥の軒下に入れて、夜から朝にかけては不織布をかけて冬越しさせていました。はい、この奥の紫色のお花はサントリーのセネッティサイネリアなんですけれども、これは育てるの2回目なんですけれども、去年霜の被害があってめちゃくちゃ開花が遅れてうまく咲かなかったっていうことがあったので、今年は特に霜に気をつけて育てました。その甲斐あって今すごく満開にお花を咲かせてくれているんですけれども、マーガレットは普段路地に出してて夜間だけ軒下に取り込むっていう形なんですけれども、セネッティはもう常にこの一番奥の軒下の一番隅っこに入れて
夜の間は不織布もかけてバッチリ冬越し対策したっていう感じですね。室内に取り込むことはしなくてずっと外に置いてはあったんですけれども、常に奥の方の風があんまり吹き込まないところに置いて管理をしていました。セネッティはマーガレットより耐寒性が低いイメージがあるのでより気をつけてやったっていう感じですね。はい、続いてこちらの鉢なんですけれども、花が咲いてないので分かりづらいんですが、これベゴニアダブレットなんですね。ずいぶん前に寄せ植えにした動画が出たと思うんですけれども、そのベゴニアがずっと何年も育ってくれているということで、ベゴニアは体感温度多分5度ぐらいで寒さにはそんなに強くないんですけれども、名古屋でしたら寒さ対策すれば外で冬越ししてくれます。だいたいペチュニアと同じようなくらいの体感温度だと思うんですけれども、昔植えたこのお花も隙間からちょろりってまだ生き残ってたっていう感じなんですが、セネッティと一緒で軒下の奥の方で管理をしていました。はい、ゼラニウムとかもセネッティと一緒でこの軒下のスペースに置いてあるんですけれども、冬は日が低くなるのでこの奥の方までしっかり日が差し込んでくれるんですね。日光が当たった方が特に冬から成長して開花してくれるお花はいいと思います。ベゴニアダブレットはそこまで日当たりが良くなかったんですけれども、ゼラニウムとかセネッティは冬の間も成長して花を咲かせますので、うちの地域だとなのでしっかり日に当てて冬越しさせていました。はい、続いて紹介するのは室内に取り込んで冬越しさせたお花ですね。こちらのサンパラソルとセイロンライティアは室内に取り込んで冬越しさせました。特にこのセイロンライティアは寒さに弱くって10度を下回ると葉っぱが落ちてきたりとか目に見えてダメージがあるので早めに取り込みました。サンパラソルは意外と多分5度ぐらいまでは粘るんですけれども、やっぱり冬に枯れてしまうので室内に取り込んで冬越しさせてたっていう感じですね。見ての通りサンパラソルは室内でもポツポツ花が咲いてくれて、セイロンライティアの方も今はお花ないんですけれども結構冬の間も咲かせていました。お花を、ただお花が咲くってことは花柄が散ったりとか、まあ、葉っぱも散ったりとかもしますし、室内だと犬がかじったりとか葉っぱむしり取ったりとかそういうこともあるので置き場所とか難しいと思うんですけれども、僕は窓辺の明るいところとか生育ライトの下で冬越しをさせていました。で、意外と水が冬の間も乾くので乾いたらたっぷり水をザバッてやるんですけれども、その時やる水はキンキンに冷えてなくてちょっとお湯を足してぬるま水にして与えるようにはしていました。それとセイロンライティアの方はアブラムシがついたりとか花の蜜でこの葉っぱがベタベタしてきたりとかするので、1ヶ月に1回ぐらいは上からシャワーをかけてお風呂場とかでですね、冷たくない水をシャーって上からかけて洗い流して、そういう風な管理もしていました。はい、ということで大まかに僕が育てているお花の冬越し方法ですね、何もせずに露地で育てたものと霜よけとか不織布をかけたものと、あと室内に取り込むっていうその3段階でやったっていう感じですね。お花の体感温度などをしっかり把握して対策してあげるとうまくいくと思います。あとそれ以外の対策方法としては、まず水やりの方法ですね。冬の間は水が乾きにくいんですけれども、それでもたっぷり水をやっちゃうと常に鉢の中の土が湿ってる状態になるんですね。そうすると土が凍りやすくなったりとか、植物も乾燥気味に育てて体液が濃くなった方が凍りづらくなりますので、水のやりすぎは気をつけていました。ですので土も赤玉土混ぜたりとかして水はけのいい土に植えていたっていうことも重要だったかなっていうふうに思います。それ以外ですと、こちらに置いてあるシクラメンですね、ガーデンシクラメンもあるんですけれども、ガーデンシクラメンはある程度の体感温度はあるんですが、秋の間にしっかり根を張らせておくっていうことが重要になります。他のお花もそうだと思うんですけれども、しっかり根が張ってるものは体感温度も増しますので、寒くなる前にしっかり成長させておくっていうことも必要かなと思いました。はい、それに伴ってうちではこういう肥料を使ってるんですね。うちの液体肥料ハイポネックスの他にコナの微粉ハイポネックスとか、こちらの栄養剤のリキダスとか使ってですね、
しっかりがっしりとした、株に仕立てるってことも重要だと思います。ひょろっとしてたりとか葉っぱが柔らかく成長してしまうと霜に弱くなってしまうので、こういうカルシウムとか、カリの成分をしっかり与えると、この肥料がどれぐらい効果あるかわかんないんですけれども、一応このコナのハイポネックスには体感温度が増しますっていう謳い文句も書いてありますので、こういう肥料も試してみるのもいいんじゃないかと思います。僕が使っている肥料とか育成ランプとかは動画概要欄にリンクがありますので、よければそちらもチェックしてみてください。はい、ということで今日はうちで育てているお花の冬越し方法というか、どんな風に冬越しして今咲いているかっていうことを紹介させていただきました。地域にもよると思うので、うちはうまくいきました、うまくいきませんでしたとか、そういったこともコメントで教えてもらえると嬉しいです。はい、この動画が良ければ、高評価、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。チャンネルメンバーシップもやってますので、よければ参加してみてください。今日もご視聴ありがとうございました。また次の動画で会いましょう。バイバイ。